どうも、肉丸です。ご視聴ありがとうございます。今回もゾンビモードやっていきましょう。前回の収録からちょっと間が空いて、収録外でいろいろ探索をしてました。そして今、レベル34になりました。前回に比べて、自分で調査して、わかることが増えましたんで、今回は現状を確認していただくということで、やっていきたいと思います。ちなみになるべく攻略のね、サイトとかそういう動画は見ないようにしてますね。困ったらまあ今後見る予定なんですけど、やっぱ最初の頃は自分で発見したらいろいろ面白い要素もあると思うんで、なるべく調べないように遊んでいます。ということで、今日も足でいろいろ調べていきたいと思います。久しぶりにこのガスマス経費を使ってみたいと思います。あとね、収録外でできるだけロックされている武器を見つけたら持って帰るようにしてて、今回はこの前回以前使いたかったけど使えなかったアサルトライフル、ホルガー556っていうね、これかっこいいなと思ったけどロックしてあって使えなかったんですけど、今回持って帰って少しレベルが上がってるんですが、これを持ち込みたいと思います。あ、ウォールバイから武器を一つ購入、ウォールバイの武器を使用してゾンビを50キルっていう仕事があるんで、忘れなければこれもやりましょう。で、スカット補助はオンにします。今回は前回に比べてお役に立てることでしょう。よし、行きましょうか。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。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 おお、お仲間までの距離がなんか新しく出てる気がする。仲間がどこに、え、これ前出てなかったんじゃないかな。ちょっとアップデートが入ったかもね。お、了解了解。楽しそうだ。いや、仕事を引き受けよう。これは地震系を3つ動かして後で援護する。おお、アップデートするやつだね。そう、だいぶね、一応一通り仕事はやって、だいたい何が何の仕事かは分かるようになってきました。お、銃2つ持ってきて、あ、グレポン持ってる。この前の人頼もしい。まずはお仕事でお金集めですね。みんなアーマー持ってるね。サンアーマーもいるし、自己損も持ってる人もいるし、オッケー。僕も一長羅できました。お、やばい、すごいとしてる。オッケー。これはね、バラバラで行った方がいいのか。ピラはいらん。いや、やっぱ一人で行くよりも頼もしいですね。はい。これはいないと攻撃されて壊れるとかあるのかね。多分離れてもいいと思うんだよね。ここかアップロードするとこか。あっちだね、了解。で、あと分かったんだけど、結構ね、足がゾンビそんなに速くないから、おお、そんなにね、慌てて撃たなくていいことが分かった。あれやってる。あー、オッケー、ここで守るね。オッケー。おお、そう、これまではね、必ず相手にしてたんだけど、うわー、傭兵がやばい、傭兵がやばい。敵の攻撃を受けてる。傭兵は引き続き要注意。お、武器くれるんじゃないかな。いいの。あ、ショットガンもいいね。はい、傭兵は危ない。ゾンビはまだいいんだけど、傭兵は気をつけないとやられちゃうから。アーマー取って危ない。はい、こんなに囲まれたっけ。これなんだ、ここ。こんなにこのミッション難しくないぞ。なんか傭兵がえらいたくさんいる。いた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 。危ない危ない。ロケットはダメ。アーマーを取って。本当そうです。わあ、どんどん来るね。強暴で待て。さあ来い。おい、これまだアタッチメントがないから弾もね
おお、危ない危ない、仲間と一緒にいよう。気をつけろ、ちゃんと強いところで。アーマーがね、そう、仲間と戦ってると早めに取らないと。あ、お友達がいた。こっちにたくさんいたね。たくさんいたけど、なるべくあんまり離れすぎないしよう。アーマーがない。わあ、クリポンがあるじゃん。おい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 、どこだ、これ落ちなくか。リロード中だ。大丈夫か。あ、アーマーが欲しいな。いません。あと最初の頃にグレポン持って帰ってワイワイって言ってたけど、どうもね今回はモダン2の時ほどレア武器ではないっぽい。普通にね出撃で持ち込めるんだよね。オッケー、よし、報酬をもらおう。あ、冷凍銃にできるね、これは。オッケー、これを使うと武器を、弾がね、あ、壁の銃もらえる。これもらうんだったね。オッケー、やった。そうだそうだ、オッケーオッケー。で、ショップに行きたいね。ショップに行きたいけど。購入ステーションをマークした。ちょっと、仲間には、悪いが、ちょっと、気にして申し訳ないが、アーマーだけは買っといた方がいい。オッケー。で、これでなんか敵を倒すっていうお仕事があったね。いいね。あ、ここにもあるね、ウォールバイク。これも強そう。あ、かっこいい。あの武器まだもお家ないから欲しかったな。でも今回これ買っちゃったし、お金そんなないから。あとね、感度を見直してるんですよね。昔はこう、エイムした時に、結構ゆっくりめに動くようにしてたんだけど、今回はね、この、ゾンビだらけで囲まれたらまずいから、ちょっとエイムしても素早く動くように設定を見直してますと思ったらまた傭兵やん。ニューマガジンに変える。で、このに後ろにね、なんかいいものが乗ってることがあるんだよね。あ、それまでアーマーもいるね。そう、でお金ももらって、あのさっきの紫色のがお金だから、ん、お、行くんか。あ、これ、あ、あ、お友達が、よし、ちゃんと拾って。あ、なかなかいいね。あれ、仲間と乗ってるか。おー、二大体制なんだね。了解了解。あ、あとね、分かったことは、車でゾンビを引いたらね、車の耐久値が下がっていくんだよね。モダン2の時はいくら敵の兵士引いても、車にダメージ入ることなかったんだけど、本作はね、あんまり引きすぎてると車ぶっ壊れちゃうから、それが注意。よく車壊れるなと思ったらね、どうもね、引いたら壊れるみたいな。ん？ OK。みんなやっぱアーマー持ってるぞ。こっちか。OK。え？もう武器強化してるね、この人。早くない？あ、そうか、あのボスの報酬で多分もらったんだな。この仲間の武器の銃の色が、この色は変わっちゃってるのは、これ強化されてるんですよね。で、パックはなんかパンチみたいな武器を強化する場所があるんで、それがね、どのマークだっけ。あ、これ、これ、これ。パックはパンチっていうのに行けば、武器を強化できて、それ強い場所に行くときには、それをしとかないと、ちょっと敵が硬すぎるから。
で、たまにボスを倒すと、その強化がね、報酬でもらえるんだよね。で、僕はね、冷凍弾になった、なっちゃったから、あれね、なんか、人、それぞれ違うみたい。あれ、やばい。これは危ないね。傭兵は危ない。そう、あ、危ない。そう。あと、ゾンビと戦うのはいいんだけど、この銃を持った人間と戦うのが非常に危ない。で、しっかり倒して、アーマーがあったら拾っとく。あれ、全然役に立てないね。あ、ロケット。あっちのロケット行く？敵の攻撃を受けてる。やばい、一人行ったら危ないか。マガジン交換！エキストラクターを無効化せよ。この仕事あんまりやったことないな。いた。リロードして。うわっ！びっくりした。すごい攻めてきた。このロケットのことかな。うわっ、すごいいる。あ、いた！すぐ壊れるんだよね、アーマーが。仲間が強くて助かるわ。オッケー、ナイス。オッケーオッケー。で、その武器を強化するのが、あ、これはね、これ今回のパークらしい。あ、なんか特殊能力みたいな。で、下にこう書いてあるでしょ、リュックサックの下に何かね。オッケー。で、話は途中だったんだけど、武器を強化するのはキャッシュが5000必要なんで、あんまりショップで物を買いすぎると、仲間とね、その、強化のタイミングが合わなくなるんだよね。だから僕、今お金持ってないでしょ？他の人たちは持ってるから、強化のためにお金を優先して持っとくか、まぁ、ちょっとアーマーとかを買って、まぁ、安全に仕事をできる環境を作るかが難しい。あ、あれはなんだ？あれワープゾーンだったっけ？すごい。これはレイドウェポンスタッシュだね。武器庫をなんか破壊するみたいな。ナイス。ここだ。あ、パンチがここにある。パンチがここにも、パンチがね。あー、いいな。みんなちょっとやっぱりショップでね、アーマーを買うべきじゃなかったかも。僕だけごめん、ワンちゃん。慌てるな。そう、だからこれをね、ちょっと仲間とね、合わせた方がいいね。仲間がお金を貯める人たちになったら、自分も貯めるとかで合わせないといけないみたいだな。じゃないと2人がね、装備が強くなったら内側に入っていっちゃうから、で、僕だけ弱い武器を使うことになるんで、ちょっと危ないんだよね。お、そう、たまに凍るのがこの冷凍の弾の効果で、動きはちょっと遅くなるんだよね。すごくいいやつ、特殊能力。お金欲しいな。2600か。あと、なんかゾンビを倒しても少しずつお金が入るみたい。戦ってると気づかなかったんだけど、ちょっとね、こう倒したら上がってるでしょ、あの報酬のとこが。リロードする。そう、だからお金は持ってないんだ、ここに落とさないんだけど、ちゃんとゾンビを倒してバイト代はもらってるみたい。あ、5000持ったね。いいな、いいな。そう、これでね、コスト5000って書いてあるでしょ。だけど僕はお金がないからできないんだよね。
お、なんだ。おお、これ武器を、あ、これは違うな。シャッターブラストか。お金、あ、4000、もうちょっとだね。もうちょっとだ。だけどみん、そう、僕お金がないからな。リロード中だ。余ったらお金もいただけないかな。報酬の裂け目、お金入ってたらよかったけど。お金もらえるかな。無理だよね。あ、OK。もう一つやってくれたら、これでパンチできる。了解。取りかかろう。僕まだパンチしてません。僕の銃見たのかな。今のは取り消す。お金がないからパンチできないんだ。あ、やばい、脅威ゾーンに入ってきた。ここでね、武器を強化せずにここに入ったら良くないんです。でも仲間がいるからちょっと頑張って近くにいよう。あ、ポッピーパッポンのね、この音が鳴ったとこはね、いい箱があるんだよね。わっ、もっとこうか。うわー、いいな。あ、これでパンチできるぞ。ピッポッパッポ言うてるけど、どっかで。任務は ACB がエリア内のボルテックスを浄化する間の護衛だ。ショップがどこだ。君たちはどうだ。ちょっとショップ行こう。ショップしてパンチしてこよう。で、ここから出ればレベル1のとこに戻れるから。その地域一帯に種をまき、危険な状態に。ちょっと仲間とはぐれてしまいますが、パンチして合流すればお役に立てるでしょう。ここで売却し、 OK で、パンチしよう。パンチ、ちょっとパンチしてくるわ。で、これはね、持ってる武器をパンチするから、間違えて別の銃を持たないように注意だね。で、弾が今30発なんだけど、ここに行くと育つと。おお、え、弾薬3倍になった。90発出る。いいじゃん。行くぜ。仲間どこだ。お役に立てるよ。やってるね。オッケーオッケー、行こう。だから脅威ゾーンが変わるときにはパンチして強化しておくということを学びました。いいね。お、これなんだ。ACB は2つ目のボルテックスに向かっている。えい、任せい。合流、お待たせ。うわ、マングラーって強い敵がいる。ゾンビもしっかり倒せればアーマー落ちるからね。だからあんまり変わらなくてもいいんかな。そう、ここでちゃんとアーマーを拾っとく。それが大事。アーマーを拾い集める。危ない、置いてかれる。合流。後ろに。アーマー、まあ、自分だけ取ってもいけないから仲間にもちょっとアーマーを残しつつ。うわ、あ、そうだ、これ今回ね、あの、音の鳴る、そう、これデコイをね、使うとね、ほら、みんな寄ってくるんだよね、音に。それを知りました。だから、結構デコイグレネードをモダン2では、いらない装備だったんだけど、かなり今作では役に立つことが分かった。おっしゃ。なんか、パワーアップした。さあ、いよいよ。ああ、強そう。オッケーオッケー、パンチされてるからいける。
かなり危険地帯で進んでいく仕事だね。これレベル1でもできる仕事なんだけど、これ2でやるとね、やっぱね、普通に強い敵が来るんだね。うわー、お家から、ま、あ、仲間に入った。でこの緑のゲージになるのは、前はね、あ、無敵になったって言ってたんだけど、これね、脳死モッドっていう武器で撃つと仲間に入るんだよね。オッケーオッケー。そうだから仲間になって敵のゾンビをこう敵として襲ってくれるんだよね、代わりに。だから非常にあの脳死モッドもいい。僕らは今冷凍だけどね。うわぁ、カタ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 。うわぁ、すごい、次々出る強いやつが。おいおいおい、普段あんまりこんなとこまで来て仕事しないから怖いね。3人いるからいいけど。あっ、緑になったでしょ。これなったらもう多分仲間がノーシモットの銃で撃って、おい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 、待て待て、おお、頑張れ頑張れ、頼むわ。これは何、あ、なんか改造した。 OK、 いいね。アーマーが14枚ぐらいあれば安心、持ったってもいいけど。 OK、 いいね。え、何それ、これ何、何かいいものなの。暗号化されたタブレもらっとこうか。え、取っていい、誰からミッションで使うやつとかだったら。あ、取られ、怒られてる、大丈夫。た、調子いいよ。えい、どんどん行こう。このエリミネーションっていうのはね、ボスを倒すミッション。あ、またお金が。で、銃はね、2段3までレベル上げられるのかな。僕2までしかしたことないんだけど、2をすると気はさらに、次は5000じゃなくて1万お金かかるんだったかな。さらに内側のパンチの装置に触ればできるんだけど、中危ないし、お金貯めるのがね、なかなか難しいから。すごいね、2番さんもう2回目のパンチができるお金持ってる。僕だけお金持ってない。オッケー。賞金首リストに載ってる強敵の位置を送る。倒してくれ。オッケー。オッケー。ね、レベルも上げつつ。おお、ワンちゃんと姫が。おーい。これみんなボスじゃないの。強いの。お、びっくりした。いけ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 い。そうだから、脅威中のとこだったら、まあ最低限一つはレベル上げた方がいいかな。さらにもう一個赤いとこに行くときは、もう一つ多分レベル上げてないと多分きついと思う。あ、ペッペッペッポー言ってる。ペッペッペッ。まあいいか。さ、あんまりちょっと仲間とはぐれてもいけないし。いいボックスのがある音はしたんだけどさ。あ、中ボスみたいなのがまたいた。見えない見えない見えない。おお、動き早いね。おお、早っ。硬いね、これ。え、すごい硬いね。そう、この銃でも硬い。おお、早すぎるでしょ。大丈夫、弾はあるね。お、これは多分ね、アーマーがマックスに戻る。ありがたい。あれ、なんか詰まってる、これ。引っかかってるぞ、街灯に引っかかってる。チャンスです。ナイス、街灯。該当じゃなかった。これはいいぞ、ヘッドショットチャンス。やめて、邪魔しないで。いいねいいね、狙い目よ。勝った。こんなに硬いの。
あ、これが HVT だったのね。よく分かってなかったけど。お前についていく。あー、あんまりいいもんじゃないね。あそこでパンチもらえたら一番いいんだよね。あ、いいな、二人パンチできて、僕できないよ。そう、これで多分二つ目のパンチをしに行くってことだね。すいません、あと2000円。ないんですけど。ちょっと漁った方がいいんかな。あ、ガチャしに行った。ミステリーボックス。ガチャもいい。ガチャも面白い。あ、これ。高級なものないか。ちこそこない。あ、ミステリーボックスね。ミステリーボックスよりもシンプルにお金が欲しい。あ、2番さんは多分パンチしたね、今。見せて見せて。わあ、すごい。あ、これ後ろのこれかな？これ、あ、これこれ。これがレベル2パンチだね。これ青くなるんだよね。じゃあまた次仕事するから、まあ次のチャンスで僕がパンチさせてもらおうか。まあ、だいぶ1番さんと金額は似てるようになったから、この仕事をして一緒にパンチしようか。さらにパンチしたら多分さらに中に入れるんだろうね、この人たちは。あんまり一人でやってるときは、中に入らない、入らないとか入れないから、すごく遠いな。おお、どうしたどうした。あー、ポートで行くの、了解。どこに行くんだろう。あ、ここね、了解了解。まだね、赤まで行かれたら困るから。そう、オレンジゾーンでパンチしようと思ったら、ここか。ここか。あ、ここ。お、すごい音してる。うわ、夕焼けが綺麗ですよ。援護する。あ、赤ゾーンに行こうとしてるチームがいる。パンチが終わったんだろうね、きっと。そう、だからスクワットで行動するときは仲間の武器が強くなってるかを多分確認していく、進まないと。自分だけ強化していっても多分スクワットがやられちゃうからね。それがポイントかも。みんなでお金集めて武器を強化して入っていくと。卵除去のお仕事だ。これでこの仕事で多分行くんじゃないかな。1万ね。この人両方銃が強くていいね。羨ましいわ。僕はこっちはもうノーマルだけど。オッケー。エーテルスポアを中和するために送り込んだクルーと連絡がつかない。彼らの作戦エリアをマップにマークする。これで2000もらえるから1万超えるね。オッケー。そしたら1番さんと一緒にパンチしよう。揺らぎはダークエーテルの大きなライフサイクルの一部であるようだが。あ、これ卵だ。残ってる？あ、全部持ってっちゃった。よし、そう、これを装置を。で、赤くなったら撃てるから。今装置でほぐしてますんで。オッケー。次。2番さんが設置してくれて、解凍したら自分で壊していくと。おい、頑張れ頑張れ、溶かせ溶かせ。はいはい、次。素早いお仕事。2番さんが装置置いてくれてるんで、ちょっと時間かかるんだよね、この装置がね、バリを壊すのに。置いた装置はこれです。あっ、次。痛い。ああ、なんか強そうな人いる。やばいやばい。ちょっと待て、殴るな。うわ、ミミクちゃん来てる。あ、どこ行った？ OK。 強いのがたくさんいるね。
あ、オッケー、中に入ったやついる。オッケー、レベル5、ありがたい。どんどん行こう。あ、倒した。オッケー。よし、卵。解凍された卵。おっす。で、あともう一個、いた。おいったー、ナイスー、報酬タイムー。オッケー、パーカーもらった。よし、1万超えたからパンチできるぞ。パンチは、まあ、ここでも、あとね、強力なパンチをするときは中に入らないとダメみたいなこと言われたことがあるんだよね。今回の、ここでできるのかな。ここじゃないとダメかな。へい、仲間甘ある、大丈夫。うん、甘取り取っていいよ。えい、へい。あ、待って、あ、タイヤ壊れてるよ。タイヤ壊れてる、壊れてる。あ、へい。パンチ装置に行ってくれたら。イラストが来るの。一番さんはお金持ちだね。あ、そうか。あ、いいね。そう、ここでピン刺したいけど、ここじゃできるかが分かんないから、ちょっとおとなしくしてよ。レベル上げだ。あ、またあれだね、レイドウェポンスタッシュ的なやつやね。ほい、へい、いやー、光った。よし、敵が来るぞ。お互いの死角をカバーし合え。複数のアンデッドが来るぞ。あ、上からも行けるんだ。そりゃ上からがいいでしょうよ。安全な高みの見物。ほんまに、あ、いいね。おれ、おれ、今やめて。勢いがいい、勢いがいい。ゲッ、このピンクは何だ。うわ、すごい、撃ちまくれ犬。みんな下で頑張ってるね。おっ、 OK、 ピンクになった、ピンクだ。うわ、強いやつ来た。マングラ出ていけ。ワンちゃん入った。やっぱり下に降りなきゃ、弾がなくなっちゃう。弾をもらいつつ、アーマーももらいつつ、オッケー。うわっ、もらい。アナジン交換。そう、犬の声がしたら注意。えい、入ってるんだ。よし、パンチくれ。
パンチじゃない。いた、いたいたいた。何かもらえますか。あーへー、これいいね。これ強いかも。あ、ちゃった、こうやった。あ、これも冷凍にできる。冷凍にしたよ。バスピーは好きだから持って帰りたい。うう、あー、冷凍したんじゃないの今。ありがとう。よし、どこ行った？あ、一番外帰ったぞ。もう一回行こう。サブマシの方が戦いやすかったかな。まあいいか。待ってねー。へい、仕事するねー。サクサクやるよ。何の仕事？あ、マングラーを探すできる業界。どこだ、マングラー。あ、違う。あ、オッケー。防衛線の自動ターレットがオフラインになった。バックアップで動かしてるが、知らせるべきだと思ってな。すごい、要塞やってたみたい、一人で。しかも大規模な。総員に次ぐ、基地の要員は最寄りのバンカーへ向かう。現場の要員は避難準備だ。うっ、ワンちゃん来いっす。キャン。どのワンちゃんもやるときはキャンって鳴くだし。えい。援護する。おはよう。さあ、マングラー出てこい。に近づいている。捕まえれば賞金がもらえるぞ。なんだ、なんか勝手にジュース飲んだ。両手出て、ちゃんと。待て、追っかけ回されてるぞ仲間が。うわ、HVD だと硬いとかそういうことなんかな。なんか普通 の、あ、野良さん、野良脇のゾン、マングラーさんに強い気がする。ありがとう。エアストライクか。あ、そうだ、ジャガーノートがあってこれを使いたいんだった。なんかね、ジャガーノートのね、なんかキルストリークを拾って気になってたんだった。次強いとかだったら使おうか。そう、だからこの報酬で、お、なんかチュンチュンいってる。これを見て思い出すんじゃない。へい。これで、あ、使えないか。いいね。お次はどこだ。あ、そう、これをなんかもらって使っ、たら使えないんか。そう、このね、レンチの使い方ね、まだよく分かってないんだよね。あ、ちょっとこのレンチ、なんか言った。何が変わったか分かんない。あ、仲間いない。何が変わった、これ。持つ弾の数が増えた。ちょっとね、これがまだね、工具の使い方がね、使える時と使えない時は分かってないんだよね。へい。下行ってるね、ゆっくり行こうか。大丈夫かな。マークした生体のコラサンプルを回収するから手伝ってくれ。血でも骨でも何でもいい。あ、3だ。これ危ない。気づかずに3に入ってた。3はこの武器では危ない。やばい。そうだ、2番さんは強いけど僕まだ強くないから
早い。ちょっとここ早い。まだパンチされてないから。パンチはここまで行かなきゃダメかな。そう、これパンチが追いついてないとちょっと強敵で。そう、2だったらいいんだよ。2だったら噛みついていただいて問題ないんですが。うわ、そう、多分2番さんだけなんだよね、強いの。どこ行くの。ちょっと待て、2人装備追いついてないと。あ、でも過去一番お金は持ってる。こんなにお金持ってることないぞ。パンチだけさせてもらえればついていきます、どこでも。危なっ。2ならよし。どこ行った。あ、お仕事しますねこのチームは。おい、気をつけてっすね。そう、パンチしといたらすごく敵は弱くなるから、本当はパンチをした方がいいんだけど、ちょっと、あ、ピッポパポ、そう、これがね、ピッポパポなんだよね。あ、あんまり見覚えがない。うわぁ、犬小屋か、ここ。使おう、使ってみるぜ。あ、高価値点、大丈夫、なんか中に投げちゃったけど。あ、あー、上に落ちちゃったそうか、変身するのが。ちょっと待て、上に行っちゃった。みんなごめんなさい、そんなものって知らなかったから。すごい変なとこに落ちちゃった。変身グッズ、なりきりセット。あー、あ、危ない、ヒット、危ない、やったー。よし、みんな待ってろ、おい、いけ。おお、瞬殺だったよ。どっちが体力なかったのか。すごい、これ取れるの。あ、自己蘇生あるよ。あ、これ欲しい。これパンチできるやつだ。みんな見たことある、これ。ジャガノだよ。みんな方針無視だ。おっしゃ、パンチ。あれ、これもうできないね。1個目のパンチ、オッケーオッケー。ただでもできるのはありがたい。これも持ってるからかな。あ、ごめん、ちょっとラッキー。そう、これがね、ボスを倒しててもらえたらありがたい。ジャガノなかなか面白かったね。次どこだい。あ、大バッグもらっていい、もらっていいの。ありがとう、ありがとう、ありがとう。まだお礼はできないみたい。間違えた、ごめん、ダメです。お、脱出が、脱出するみたい。あ、3万でマックスっぽいね。お金がマックスになっちゃってるよ。お、まだ行くんか。なんで脱出するって言った。待ってくれ、置いていかないでくれ。あ、ちなみにパンチしても帰ったらなくなっちゃうから、なるべくパンチしたらもう出撃しっぱなしで使い切りです。お家に帰ったら通常状態に戻る。やめろ、紐に乗らせろ。ちょっと待て、紐に乗らせろ。危ない、見ようと入手のとこだった。これ怖いわ。進むのが早いね。待ってくれ、置いてかないでくれ。2番さんが特に早いね。仕事ができます。軽い銃持っときたかったね、このために。こんなに走るんだったら。ああ、違った、びっくりした、車で行ったかと思った。そう、ここはレベル、このオレンジゾーンから脱出するときはちょっと危ないかも、一人にされたら。ちょっと待ってくれ、一緒に仕事をした仲じゃないか。なんかちょっと1番さんがペースを遅くしてくれる、遅くしてくれてる気がしたのは気のせいか。ちょっと落ち着いてる。 20m 最短距離で近づけ。
逃がすな。やべえ、2番さん早いって。これ置いてかれたら危ない。ここで絶対に乗り遅れてはならない。よかった、間に合うか。やってるやってる。一人いるね、別のチームが。間に合ったぜ。おお、吸い込まれてる。じゃあねー、バイバーイ。おお、引きつれ、引きつけて、二人で引きつけ、振り返る。そう、囲まれたらね、走ってね、こう追いつかれないように走って溜めた方がいいみたい。乗るの？乗らないの？乗るの？乗らせな！危ない。おお、どうしたどうした、何何やってんのそれ？初めて見た。わーいわーい。まだまだ知らないことがいっぱいあるね。オッケー、無事脱出成功。お金もったいなかったね。二つ目のパンチしたかったな。あ、ホールバイの武器全部使ってなかった。え、そんなに倒してなかった？もう倒したと思って切り替えたんだけどな。今回もね、一応いろいろミッションがあるから、ミッションもやりつつね、新しいことを調査しつつやっていきましょう。よし、お家に帰ろう。おお、5個契約って過去やったことないもんね。いっぱい働きました。かっこいい銃もレベルアップしたよ。あ、いいね。おお、めっちゃ上がった、思ったより。まあ、こればっか売ってたもんね、壁の武器使い忘れて。あ、これを使い忘れた、せっかく買ったのに。これもちょっと売ったね。かっこいい。この見た目結構好きなんだよね。グレポも売ったわ、そういえば。はい、ということで今回はあれから少し成長した肉丸を見てもらったん、よかったんではないでしょうか。あのパンチっていう要素がすごくこのゾンビモードでは大事のようなんで、今後もね、まず契約をしてお金を貯めてパンチして進んでいくっていうことが分かりましたんで、今後もこれは活かしていきたいと思います。うん、まだまだ分からないことあるんでね、自分の足で調査していきたいと思います。長時間ご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあね、バイバーイ。